最初にセロが書いたサインと缶をナイフで開けて出てきたコインのサインの書体が異なっている。つまりあらかじめ別のサインコインが仕込まれた偽の缶を使ったと見て間違いない。コインが消えるのはマジック用のウィールで袖の中へ引き込んだだけ。最後に缶をナイフで開けてコインを取り出した後、袖に隠しておいた本当のサインコインとすり替えれば完了だ。チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。大変嬉しいです。